はい、こちらは新潟大日養鯉場さんの3歳メス紅白になります。こちらの鯉は、私桂川が大変思い出のある鯉になりますので、紹介させていただきます。こちらも去年の大日会で、購入しまして、その時は56センチ、そして今が、69センチと50、13センチ伸びております。この鯉は大変私気に入っておりまして、二段模様のシンプルな模様なんですけども、ここの切れ込みから始まってます。頭のこの入りがいいですね。理想的な入りをしておりまして、この切れ込み、そしてこの際と差しの良さ、そしてここのちょんとつけた、これがアクセントになって二段模様なんですけども、大変バランスの良い一本になっております。これは三段ですね三段模様です。三段模様らしいです。外野から一言言いますけど、1、2、3です。これを二段って言ってるよ、じゃあちょっと解説が間違ってるのかなと、横からヤジを入れたいと思います。はい、私と山本さんの仲が悪いのがバレちゃったということでこれは2段ではないですよ。2段3段ですね。まあ2段模様だった、まあもともとここちょっと小ぶりだったんですけど、結構存在感が出てきて3段模様みたいになって、大変バランスがいい鯉になりました。この鯉、親鯉がワイルドという親鯉なんですけども、はい、大日さんに聞いたところ、去年の若鯉大会では雅大賞を取るなど、最近活躍している、血筋血統だそうです。この血統のセールスポイントとしましては、この綺麗な体のライン、これを売りにしておりまして、この鯉も、その血筋を大きく引いているのではないでしょうか。今後80センチ、そして85センチ、90センチと大型化が期待できる、そんな一本になります。白地も真っ白で大変おすすめです。はい、はい、では再度お願いします。これもすごい体してるんですよ。ぐんぐん伸びていく、そんな体をしております。全然体のラインが無理してない感じで、こういうタイプが一番ぐんと伸びますので、長く楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。お腹もめちゃめちゃ綺麗です。いかがでしょうか。こちら私桂川が大変おすすめしております大日さんの山菜紅白です。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。